7月8日です。クソ暑いなおい。はい。まあ一応ここから続きやっていきます。で今日でキッチンが終わるような気がします。はい。終わるんじゃねえ的な感じですね。はい。な感じです。さーてどうしようかなと思ったけど、まあ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 一応ここからやっていきますかね。はい。やっていきますか。はい、ようやく7月入りましたね。で、キッチンを作ってます。これ、まあ、キッチンの床ですね、まあ、この床を OSB 版で済ましてしまいました。で中、個人的にはですねそんなに床の高さを出す必要ってなかったんですよね。なので別に増し張りだから元々の床の上にポンポンポンって置いてきゃよかっただけですね。だからまあ余計なことしたなっていうのは正直な話あります。むしろ増し張りをすることによってその、なんだろう、分散されるらしいですよ。その上に置いた重いものの重量がね。だからそれを1枚置くことによってかなり分散されるんで、まあ大体野縁材をかませてまで、ちゃんと作る必要はなかったっす。まあ、結果、若干あれができちゃいました。段差ですね。野縁材プラス、OSB 版の厚さかな。うん、だからそれは正直ね、意味あったのかという話っすね。今振り返ればの話で。でもな、この、台所に関しては、まあ、ここの時に、気づいちゃいたんですけれども、まあ、床直さなくちゃいけないから、後でやろうって思ったことがあって、でその後でやったことっていうのは、換気扇なんですよ。確か去年も保健所行ったんですよ。去年は民泊の申請欲しかったから、間取りとか書いて、まあ、これで許可くださいみたいなことを言ったんですけど、換気扇がないんですよね。なんだっけな、適切なお客さんの、専用の施設と宿泊者に対して適切な換気設備がないっていうので確か1回落ちてるんですよ。でその換気設備っていうのはトイレと台所ですね。だからそれがない限りはダメなんですよ。なんでまあ順序としてはこれ換気扇から作った方が良かったのかなっていう感じですね。はい。だからやっぱり要所要所を締めて、要所だけを整えたら、その要所にまつわるその枝葉の部分、まあ床がもろかったら床、落ちた床を、もう一回張り直すとか、そういうことをすべきでしたね。まず整えなくちゃいけないディテールですね。そこの要点だけをポンポンポンって締めた上で、要点が締まったディテールの土台を作るべきって思いましたね。いやーでもね、水道管に悩まされたわけですよ、もちろん。まあこの時もバリバリ水道管には悩まされてましたし、で4月に役場には言ってるんですよね。でも、まあ、今振り返れば忘れてましたね、役場の人が完璧に。まだ午前中です。まあ一応発泡スチロールを貼り終わりました。やっぱり白いものにすると明るいっすね。やっぱりこっちは何もしてないんだけど暗いっすね。まあもちろんあっちからね日光入ってきてはいるけれども、やっぱり白いものはすごい明るいですね。まあここはここでいいとして、そうですね。まあ一応これは接着剤セメダインをつけたから、じゃあ次はあっちの客室行ってみましょうか。はい。まあこれは昨日の続きですね。ぼちぼちやっていきます。はい。で基本的にここはですね外ごもりプレイスという、まあ、ルームシェアハウスにする予定です。でちなみにプレイオープンはしていて、まあ、今年は10月の20日くらいまでオープンして、でその後僕出稼ぎ行っちゃうんで閉めます。というような、形を取ります。でコンセプトとしてやっぱりブラック企業ですり減っちゃったりとかニートとか引きこもりがね状態が長い人たち
に対して何かできることがあるかって思って、まあ僕も自分を助けるつもりで、この家は作ってます。ルームシェアハウス、外ごもりプレイスはね。で、絶対に譲れないコンセプトとして、だって気分が落ち込んじゃったら、そのジメジメした場所って余計落ち込んだり塞ぎ込んだりするんですよ。だから絶対に明るい、日差しは絶対に明るいことを念頭にやってます。だから絶対に白い漆喰ですね。で、柱はその白いもの、白い、壁とかに対してダークブラウンですね。で、その明るさが際立つような色合いでやってます。やっぱり明るいと違いますよ、気分。うん。だからまあ人によってはまあ体が動かなかったり、その最初はね、明るい日差しがね、鬱陶しく思うんですよね。塞ぎ込んじゃったりすると。だからまあそれはそれでしょうがないとして、まあ日には当たってないと絶対に悪いんですよ。精神的にも健康、体の健康的にもね。だからまあそういうコンセプトのもとをちゃんとやってます。ちゃんとってどういうことかな。そうやってちゃんと日が当たって、家の中は明るくなるようになってますし、もともとそういう明るい物件を選んで、買ってます。まあただ大誤算としては、まあ、水回りですね。それをどうするかという感じです。はい。まあ、今ではここは僕の管理人部屋ですね。まあ、もし満員御礼になったら移ります。まあ、大体窓際のところに、ロフトベッドでも作って、僕が一番隅に追いやられるような感じでやるかなっていうのもあります。まあ、家持ちの癖して家なき子になるような状態は覚悟ですね、正直な話。まあ大体今はそういうこと言いますけど、まあそこまで繁盛するかって言われたら分かんないですね。なんせこういう賃貸業っていうのは僕も初めてなんで分かんないです。まあ、とにかく自分の家をね、買うことによって月3万円とか月、ね、4万円だったりの固定出費さえなければめちゃくちゃ楽なんですよ、生活って。だからその自分の自宅兼宿泊施設とかね、その自分の資産を運用したりとかするのも、まあ、重要かなと思ってやってます。で、まあ、アンパンマンの顔をね分けるような感じで自分の住居も貸せたらとか、まあ、あとはね、ここのメインコンテンツであるね、仕事をどうやって作っていくかっていうのが、まあ、今後の課題かなっていう感じです。はい、今日は7月の8日ですね。まあ、こんな感じでやってます。一応まあ、防音っていうか断熱シートに、まあ、養生プラダンと、まあ、金がないので、それでやってますね。はい、まあ、あとはこれ下を養生プラダンと石膏ボードじゃねえや、マグロール、まあ、ギリギリ足りないかなぐらいですね。なんでまあこれで大丈夫でしょうっていう感じです。あとはね、納屋をここ室内を一段落させて納屋まで行ければ、納屋を整理し、あ、納屋じゃないか、ウッドデッキを整理できてカーポートの屋根を作るというところまで行けば、その外に物が置けるんで、あとはまあ蜂退治ですね、納屋の。まだ蜂がすぐ来てるんで、まあ、でもそれでどうかしないといけないです。まあ、こんな感じで今日は終わりです。そうですね、やっぱり僕も住み込みバイトで悩んでたっていうのは、やっぱり遠くに行きたいけど収入がないっていう話ですよね。だからまあ、地方移住と緩い仕事っていうのと両立するかみたいな感じでやってます。じゃあ頑張ってます。バイバイ。